え、待って、危ねえ。クルーメイト水色茶色シュッ。いい気がすんな。あ、これやって死んでそう。死んでないのか。おお。まあ。おお。何か言うことあるんじゃないですかね。いや、僕はね、死んでるかなと思ってたんで。うん。なんで？ちょっと怖かったな。え、なんで？カフェイついた人は誰ですか？俺かも。最後っすよね。はい。はい、俺っす。右上のダウンロードやってた。ああ。ダウンロードじゃない、ゴミ。あ、カフェ読みだったのか。そう。死んでると思わなかったんですか？思わんかった。夏目さん釣りだな、これ。夏目先生釣り。あ、つまり、神宮寺さんが隠しろ。あざっす。あ、ちなみに神宮寺さんと停電直すときに、はい、混雑して停電が直るの遅れました。ごめんなさい。あ、読みました。でもそうか、読みました。それいいっすか、いいっすか、いいっすか。でも先端さんクルーっぽい。うん、まあ理由は理由は危機感を感じれた。僕の後ろを知ってるってことですか？お、夏目さんはインポスターだから。あ、黒がねえ、ほんとに。でも金道は確かについてたけど、夏目はエレクトリカルにいっぱい人がいたから、あ、もう押しちゃえと思って押しに行ったんだけど、金道までケアインポスターだったりしないだろうなって思って。いや、多分だけど夏目先生は俺と同じ動きしてたからね、カフェ入るときだからじゃない？そうなんだよね。そうなんだよ。なんで助けたの俺今。え、ここ二郎ですか？二郎で、ラインが見えた。あ、二郎です。いや、ダメだよ。ローラーしてください。二郎です、ローラーしてください。やば。そこまで言うなら仕方ないな。しょうがないから。あと一個だけ気になってること言っていい？はい、はい、チーズ増えてねって思って思います。3人先端さんはあれなの？インフルエンサーなの？そうです。チーズ。影響力があります。ギリセーフ。困るだな。だわいね。あおー、あおあおー。あおー、茶色、黄色。で、これよりもちょっともう一回次の時にやろう。こう離れてるから。水色、オレンジじゃないか。はい、はいはいはい。今アッパーじゃないわ、下の株エンジン、株エンジンで、株エンジン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 って表記もあるので。そうなんです。そうなんだ、そうなんだ。株エンジンでやってるとこを見ました。やってるところ見ました。やってるところ見ました。誰が誰が？神宮寺さんがやってました。そのままお返しします。父さんがやってるところを見て、僕がレポートをする前に押してました。それぞれもうちょっと詳しく、どういう感じで入って誰がいてみたいな教
ちょっとお願いします。はい、神宮寺です。リアクターを直しに行って、リアクターまで、有熊さんとほぼ上でカフェからずっと同じ動きをしていて、はい、LG さんとかセンターさんですかね、あのペットがいたと思うんで、がリアクターにいたのを確認して、で、リアクターの、文字のタスクじゃない10まで打つタスク終わって、10時路から下へ下ったところでロアエンジン左下で、トゥーさんがサントさんをキルして、僕がそこに見ちゃったんでレポートをすると思ったら押されたっていう感じです。センサー線お願いします。僕は、リアクター直しに行って下直しました。で、結構早めに出て3番目ぐらいですかね。で、ロア側から出て行って、エレクトリカルの、タスク見てで下行って戻ってやってるとこ見たって感じです。まあちなみにさっき夏目に入れたの入れました。神宮さんとトゥーンさんは。あ、僕入れてないです。入れてないっすよ。あそこ要素っすから。ちなみにごめんなさい、もうローラーだと思っていいんですけど、ちなみにさっきの夏目の一票は自投票です。でしょ、これは悪いじゃん。だって言えとけばよかったら、どっちにもすんかい。もう全員投票すれば大丈夫。全員投票すれば奇数になるから。神宮寺さんに、まあ一つ言うとエレクトリカル行ってから、あ、俺かーい。まあ、じゃあトゥンさんボタンを押して、はい、お願いします。あの全員タスクやらずにね。はいはい、はい、危ない、助けやるぞ。今意識飛んでた。見狙うか。押しました。はい、じゃあローラで。いやいやいや、待ってください待ってください。いや、僕はローラーはします。ローラーしましょう。7人に気を入れる。それにも票を洗いたくて、トゥンさんに入れた方はどなたですか？あ、はい、入れました。はい、花も入れました。僕も入れました。あんまり、あ、ごめんなさい、ジングさん入れました。違います。いや、あんまり投票洗い意味ってローラー盤面だから。あ、あります。はい、気も、あ、はい、あるよね、はい、あると思います。エージはジングリさん。どういるかよ。あ、じゃあごめんなさい、じゃあジングリさんの方から。はい、エージ入れました。ジングリさんに入れました。入れました。カノア入れました。トゥンさんも入れましたね、多分ね。あともう一人かな。エロちゃんは？俺はジングリさん入れてます。夏目さんは？トゥンさんに入れた。あ、僕とトゥンさん、うん、僕だから、ね、ごめんなさい、僕とトゥンさんとアリクマさんとジングジさん、ジングジさんかで合ってる。覚えておこう。ちなみにレジが入れた理由は最速でトゥンさんがリアクターの方に来たからっていうだけなんですけど、それで僕釣られないって可能性ないですか今日？それはない。先落ちするかの話だけだったので、うん、だからインパスターだったら、まあちょっと来るの遅そうかなっていうのだけ。ないですか？ここ、まあ、ロラン、まあ、ありがとう、ボタン押してくれてありがとう、トゥンさん、はい、でも釣るよ。ボタン用意、村のためにありがとうございます。問題にしません。抗がん大丈夫ですか？今立ってますもん。あ、そうなんですね。おお、はい、処刑でお願いします。これは言います。交換しました。あ、絶対痛い。ちなみに先端さんとさっきのと何か分かりました？いや、もう名前言わんときます。あ、OK、濁るので立ってるっていうのは席用です。いや、わかりますよ。どういうこと？あの、スクワット、スクワットじゃない、スクワット。普通の立ってるです。早く釣らないと。あ、早く釣りましょう。満場一致ですね、これは。音曲げてんな。うん、トゥンさんに入れた人の中ではインポスターいなさそうな気がするんだよな。わかんないけど。
微妙い、これは。で、色ピンク。あとでいいや。話聞いてたら、トゥンさんに投票するは自然かなと思っちゃったけど。ああ、でもこれは考察考察だから、ちょっとやめとこう。推理考察。始ましてか。青通側まで行っとこう。タスクのためにも。ピンク黒。決して多いわけじゃないのか、交通量が。やば。白黄色、ピンククロス白黄色。あ、こっちが行こう。これが一番早いと思います。下で探しするか。はい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 はいはいはい。ベジさんの死体がフロアにございまして。ロア。ふむ。最後メッドベイた人は？最後メッドベイいました。はい。ごめん、これね、1回目オッツーだったじゃないですか。はい。あの前 で、はい、ですね。なるほど。その時アドミン見て、先端さんだっけ直してくれたの。1回目あのアドミン直してくれたの。はい。そうです。でその時に見てあのロアに会ったのね。でも俺見に行かなかったの、なんでかっていうと俺直前まであのロアいたから。うん。だから死体じゃねえだろって思って行かなかったんだけど、2回目のアドミになって、アドミじゃないオツになって、まだあったから死んでるなと思って今ならしに行った。1回目はオツがなしたのは多分クロムさん。あ、クロムなすね。うん、一番遅くしたのが誰だった？その後僕が行って、カナーさんもその辺にいた。そうですね、カナーさんは、2回目の O2 が鳴った時、右側のナビゲーションの左の通路ら辺から下に下っていってるのすれ違いました。多分夏目さんもそれ見てるんじゃないかなって感じです。てかね、ごめん、カナーさんね、右側で見たんだよな、うん、いや俺も見ました、俺も見ましたね。はい、黒川が上に行って、うん、有熊さんオツに行って、うん、カナーさん下に行ったよね。行きました。なんで下行くのかなっていうの気になってたんで覚えてますね。で、自分も下に行ってるんだよ。で、それで先端と会って一緒に上に行ってるよね。先端さんは見てない？カナーさんのこと。見ました、見ましたよ。どこで見た？O2 とかナビゲーション周辺。あ、いや、その O2 ナビゲーション周辺の後、後見た？後見てない。あ、2回目の以降は見てない。ああ、そう、あ、見てないのか。え、じゃ、え、え、待って、どこしたい？コミの中とかかな？コミの中あった？アドミンの情報。チャンジクだったら、アリクマさんヒット？うん。計算的。一郎落ちてるならタスクでもまあ言っちゃいいけど、いや無限リアク大変だったらやばいか。はいはいはい、押しました。カノアさんが、下に下ってこの字
っていうんですかね。で下に下っていってる時にすれ違って、その後大津付近で夏目さんと会ってて、間違いない。その後死にしてるなら俺はないと思うんですけど、うん、ないと思う。ちょっとさ、うん、1回目の O2 直したのって誰でした？はい、白黒。一番遅く来た人は誰だった？3人いたと思う。先端じゃなかった？僕です。あ、先端さんはアドミン直してから行ってる。そうだから一番遅いので言うと多分、3人いて、夏目黒川クロムが同タイミングで入り、うん、3人目が先端って感じなんです。それはあんまり。ああそうなんだ。そう、2回目有熊さんと夏目で、夏目が O2 直しました。で有熊さんを O2 に残して、自分は下でストレージまで行ってる時に、うん、多分自分の前を加納さんがいて、あ、そのタイミングで生きてたんですね。なるほど。じゃあできそうなのは俺はさんか有熊さんってこと？間違いない。有熊さんはどこ行ったの？いや、有熊さん絶対無理。有熊さん絶対無理なんだ。絶対無理。加納さんも絶対無理。1回目の O2 の後にアドミ行ってストレージから毎回ウェポン、あ、ウェポンじゃない、O2 行った。あと2回目の。あ、そうなんだ。俺ストレージいたけど合わなかったな、クロムさん。でもロワーでいつ死んでるか分かんないから。分かんないんだな、分かんない。ストレージのどの時間軸でいたか分かんないから。俺 O2 からアドミ行ってストレージなんで、その間にいない、かぶってなかったら分かんない。どうする？俺センターさん一番白く置いてるからセンターさんに合わせる。いやこれね、あの結局ロワーがその O2 のもうちょっと前だったらその分かんないから、あ、そうだね、結局絞れないんじゃないかな。ただ O2 になる前に俺ロワー通ってきてるから上回りだと思うんだよね。上回りっていうのはそのあれね、メドベイ側行ってると思うんだよね。俺ロワー通ってきてるから通いすしかないんじゃないかな。オッケーオッケー。俺ボタンある。まだちょっと時間見て鳴らしますわ。はい。これおかしいことあって、容疑者は夏目じゃないのに夏目しかいないっていう。だいぶ時間経ってるからな、余裕はあるはず。はい、あれば僕のタスクは。ボタン押したっけ？バグってるんで、はい、手動でお願いします。はい、了解。はい、ボタンあったわ。いいっすか、いいっすか。なんか、はい、夏目じゃないんですけど、今の話聞く限り、カノアさんとセンターさんは会ってないんだよね、ストレージで。あの、2回目以降夏目とセンターさんがストレージで会ったじゃないですか。アドミンじゃない、会ったの。え、それじゃっけ。ストレージで会った。そう、ストレージで自分がストレージ、あのシールドとストレージの通路あるじゃないですか。はい、あそこから出るときに先端さんと会ったんですよ。その間先端さんは加納さんと会っていないのであれば、ストレージと O2 とかのこの字の間で死んでることになってて、加納さんがどこでどこ、ストレージから O2 の間まで通路、うん、で死ぬことになっているので、だったら自分しかいないんですよ、容疑者が。なんで釣られたいってこと？いや違う。コミュニケーションとかはさ、ついてた？俺が見たときは左下しか見てなくて、ちょっと正直記憶が微妙な、うん、マジで分からない。ごめんなさい、分かんないです。じゃあ、あとタスク当たらないじゃないですか。終わってないです。終わった、はい、アリコマさんだけ。夏目です。夏目も終わってないです。ロムさん終わった？終わった。3人で
3人で、どの3人で何をするか。え、タスク終わってる組3人でしょ。3人で、どうしようかな。どうするんですか。サボタージュ対策。はい。はい。もう3人で直すつもりで、はい、2人ガン無視でいいかな。ガン無視し、最悪死んでもいいから。あ、OK です、OK です。ガン無視で。はい、それでいいのかな。死体探しもしましょう、3人で。僕は、はい、言うと、あと何か1個だったと思います。タスク量的にガン無視できるよね。O2 が一番怖いな、ちょっと O2 だよね。あ、右タスクやらんかい。対策がいいかな、ここにいて。無視でいいから。あ、ごめんなさい。黒川？黒川だよ。黒川めっちゃ重っ。え、あのめっちゃ見えじゃん。あのだって俺一回目おついないもんだって俺。え、そうなの？夏目さん一回目おついない俺。あれでしょ。ごめんクラムくん。なんで？何が起こったの？僕、え？ウェポンから来なかった？いや、あ、ウェポンには行きましたけど、俺 O2 直す、俺終わってるっす、O2 つく前に俺。え？あ、え？夏目ってあれしてる。どういう状況だったんですかね？多分終わってる、行ってないはず、多分。待って、カノさんからなんか面白いことはあると思うので。はい、あ、そうですよね、やっぱり。なんか、え？あれは見てなかったってことですか？シールドとストレージの通路であれでしたんですけど、その、はい、殺されて、で、はいはい、夏目さんがその上を通って、オーマイガー、オーマイガー、うわ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 、え、夏目先生は O2 にクロムさんがいるということを証言し、その後死体を踏みつけて通ったと？通った。あら、お前か、あら、あってたね、じゃあ。あら、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 あら。今気づいた。え、なんで、なんで、なんで。ごめん、え、わかん、え、この、え、なんで、え、いつ？え、なんかそれ、ね、2回目の O2 の時、その、O2 側に、その、すごい、集まってたんで、アドミンの方行こうと思って、で、アリクマともすれ違ったんで、あ、みんな O2 側行くんだなと思って、じゃあ、俺がアドミン行かなきゃと思って、で、その月に殺されて、あ、やばいと思って、その後、夏目さんが僕の下に踏んでったんで、この二郎なのかと思ったんですけど、あら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 、まあまあ面白かったです。そんなことが、何してた何してた何してた、一番最初釣っちゃってよかったってことだね。マップ見てたってことですか。ま、わかんないですけど、え、でも夏目先生処理したかった、処理で、マップ広げってあーなるほど、なるほど、可能性はありますよね。いや、ほんとごめんなさい。あの、いや、どういう意図があったんだろうって思ってちょっと気になっただけなんで。え、なんか、いや、考えるほど加納さん殺せる夏目しかいないの。そういうことだったのか。何を言ってるんだろうと思って、あれみたいな。めちゃめちゃ面白い。あ、じゃあ普通に見逃してただけなんですね。めちゃめちゃ面白い。もう踏んづけてました。先生の考察通りってことじゃないですか。そうなんですよね。
だから裏で、あの、マジで今回のインポスターうめえって言って、がっつり夏目先生が通過していたわけですね。ステージさんってベント見てました、俺とじゃあ。あれ、いや、見てなかったです。あ、見てなかったんだ。気づかなかったかもしれない。ロアですか？ロアで。あ、ステージさんが来たから、ベントから出て。ベントからいなくなるときありましたけど、助けやすさんで見なかったです。あれで、ベントから出る殺すベントに入るですよね、確かに。そうそう。それはもう、気づいたときは死んでました、僕はもう。やられました。いや、その推理が完璧なの面白いな。俺しかいないって言ってましたからね。そう、すごいなと思って。だからまさにその通りだったんですよ。その通りだった。下へ踏み越えていたから、もう自分しかいないっていう。そう、夏目しかいないのに、夏目、白だから。何が起きてるんだ、これ。これは何なんだって。自分が一番パニックですよね、それは。いやー、ワンガスの面白いとこだよな、マジで。面白い、自分にパニックってた。詰めていっても犯人がいない時があるんだよな。自分が犯人だったってことなんですよ。なんで怪しまれないんだろうと思ってて。いや、めっちゃ可能性感じた。すごいよ。可能性感じたわ、俺。なんかまだスクマがもうちょいな、もうちょい。なんかまだ味するな。いや、面白い。まだ噛める。噛める味がする、このヒューマンエラー。夏目の味がした。あ、このヒューマンエラーマジで。これが面白いですよね。夏目一同申し訳ございませんでした。夏目一同夏目が申し訳ございませんでした。許す。え、でもね、結局ロアに行ってないから夏目さんは、うん、めちゃくちゃおかしい位置にはいたんですけど。その場面的にはね。だけどロアに行く時間がないから、どうやっても。うん、だけど、このおっぱいやれるの、僕しかいないって。そうなんですよね。そう、面白い。もうドンピシャですね。あと、ナビゲーションでなんかベントに誘おうとしてました、夏目さん。うん。あれは、なんか、あの時先端さんが来て、センターめちゃめちゃ怪しまれそうだなと思ったんですけど、あれはベントの上で密会しようとしたら、カノさんとセンターさんが来て、何の要素にも含んでないです、あれは。ああ、やっぱり。なるほど。密会しようとしたんですね。面白いゲームだな。マジか。ちょっと早かったかな。カフェテリア待機だったかな、ずっと。いや、タスク進んでなかったワンちゃん。もうちょっとあったかな。でもすごい、どうやってキルしたんだ。どこっすか。あ、そのストレージに行ったって時にキルして、で戻ってアトミンカフェテリアメッドベイで行ったの。そうっす、そうで、そのスタイル、俺2回目の O2 っすよ。だってあれ2回目の O2 の前に殺してますよ。だって俺カノオさん O2 の前、あで、ロアはまあそのもっと前にで、夏目さん、夏目さんが踏みつけてアドミンに一緒に合流したのか。あ、ね、あ、辻褄がようやく合いました。ああ、なるほどね。だって俺、夏目下から来てるし、俺その時終わったと思って、夏目先生の2回目のおつ行った時でもなんか気づいてないからいいかなと思って。あの、下に死体がなかったじゃん、カノアさん。いや、ありました。あるよ、それは。なかったから、クロタはやれねえし、だと言って先端でもないし。なかったんだもんね、しょうがない。先端さんが、骨も残らなかったって先生、本当に。そうだった。いや、透明バグとかじゃないもんね、普通にカノアさんとイチャイチャした後にカノアさんの死体を踏みつけて先端と会ってた。しょうがないね。うん、そうそう、ね、僕目線 100% 夏目さんだったね、そういうの最終目撃的の。でもおかしいんだよ、それだと。ロアがね。ロアがおかしいのよ。もうめんどくさくなるからもう言わなくて、もうタスクでって感じでしたけど。あ、それが面白いってよかった。このゲームの面白いな。夏目先生面白いな。いや、ごめん。面白い今の。いや、本当にがっつりスルーしてるの、おもろいな。あ、がっつりやっぱスルーしてる、してますよね。そうですよね。がっつりマップ開いてるけど。マップ開いてると見えないですもんね。
ちょうど死体と死体のレポートが鳴る直前と直後にマップ開いて終わってるからレポートが光る前にマップ開いてレポートが光り終わった後にマップ閉じてる。ちょうど見えなかったマップガード、いやマップガード、マップガードした面白かった。いや面白かった。面白いな、すごいわけわかんなかったそれずってわけわかんないの夏目以外だよな。夏目わけわかんねえし、センタンとかもあれみたいな。そう、夏目先生しか犯人がいないけど夏目先生なはずがないんだよ。で黒のアリバイ証明して死体隠しして、うん、なかった絶対なかったことになかったことにされていて第三陣営だったかもしれない今回の。これが狂人ってやつなんですね。勝手に狂人みたいになってるけど。でも狂人枠があったらこういうことっすよね。狂人ですよ。狂人ではあるでしょ。狂人ではある。やった方がいいよ。自投票してるし。そうそう、確かに。あ、あれ、あれ危なかった。なるほどね。マジであれ、初見したかったな。あれ、惜しいって感じだったでしょ、絶対インポスト的に。うわ、最悪だと思って、あそこで行ってもらったらと思って。ガンガンに誘導かけたのに、夏目先生に。すげえ、半々、誰だの？半々だからね。僕入れた。僕入れた。僕も入れました。じゃあ、あとインポスターだ。あでも、でもあれですよね、夏目先生が生きていたからこの奇跡があったわけですよね。あそうそうそう、確かに。あもう一人、インポスターじゃないか。もう一人誰でしたっけ、夏目自投票を、トゥンスナン、サントサンション、僕と。見てる、うん、あインポスター誰でしたっけ、今の回。クロームトゥンです。あトゥンさん、あ、いやいや、合ってるのか。そう、合ってる。トゥンさん入れてるから。あー、怖っ。怖っ。あ、トゥンさんが入れてたら、連れてたのか。あ、僕入れました。あ、いや、入れたんだ。あぬめってるわ。あ、そうか、そうか。俺も入れたんだけど。そうか、6票。え ?5 票5票で。5票5票です、ね。5スプリット。あ、いいのか。あ、人狼が始まった。あれ、いや、多くね。あれインポスター俺くね。入れてないの、LG。嘘つき入れてない。あの、そう、松目先生入れてないですよ。入れてないスキップってことですね。スキップ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 。ああ、なるほど、なるほど。誰か一人でも投票してなかったわな。マジでありがとう。ちょっとノリで入れるか迷ったんですけど、なんかやめとこうと思ったら、ちょっとやっぱ入れとけばよかったなって後悔しました。正しい、正しい。いや、後悔しないで。後悔しないで、本当に。もっと最終戦なのに。ちょっとかわいそうだなって思った。最終戦の奇跡が起きてるだから。ゴーゴーで一番釣れないスピーチだ結構。取れたか満載でしたね今。確かにゴーゴーからのすぐ。ゴーゴー松目さん目線めっちゃ面白いだろうな。つらでかける場所帯踏み越えていくわね。よかったね夏目先生、毎日投稿継続できそうだよ夏目先生。あよかったね。今日の動画。そうだよ今日の動画がありがとうございます本当に。